なることはないってなる。早速だな。はい、どうぞ。よっしゃ、始まりました。はい、さあ、始まりました。はい、お願いします。岡本 TV 始まりました。始まりましたよ。始まりましたよ。さあ、じゃあ早速、はい、ですね、はい、まず大切な大切な CM バナースポンサー様の、うん、紹介から参りたいと思います。ペットの総合施設、うん、DC キャッスル様、ありがとうございます。スカちゃんの癒しタイム様、ありがとうございます。ありがとうございます。大人が輝く、はい、背中を見せる、うん、梅チャンネルの松原美里様、うん、ありがとうございます。松原さん、ありがとう。いきます。増田グリーン様、はい、ありがとうございます。はい、愛を歌う教会育ちのシンガーソングライター、平様、はい、ありがとうございます。はい、ウルトラ車検13000静岡、いい、検索してください。検索してください。ありがとうございます。はい、身につけるだけで体感アップ、テラスパワー様、ありがとうございます。岡本、笑顔ないよ今日。今一生懸命読んでるから待って、はい、待って、ここは一生懸命読むところなんです。そうそう、ここ一番大事なところなので、今日は大事にしますよ。本編よりもバリバリバーガーのブラジルフレッシュ様、うん、ありがとうございま す。笑顔でね。笑顔が大事です。そうだ、ね、はい、ドラゴンと共に希望を届けます、エルピス様、ありがとうございま す。よし、これが山だぞ。こすらないぞセミナー開催決定、ダツ様、ありがとうございます。はい、楽しい、たま、いきます。楽しく色を学ぶ、学び、ご活躍をプロデュースするカラーセラピーおうちスクール、まほろ色様、ありがとうございます。ありがとうございます。まほろ色様ね。まほろ色様、はい、大丈夫です。もにょもにょして、よし、ではもう一個、これ大丈夫、これ大丈夫、一番重要、重要だね。地域参加型テレビ、うん、掛川 TV よっか、配信開始、よっしゃ。自分のだからね。そうですね、おかぼおめでとう。よし、おめでとう、やっとだね。ありがとうございます。皆さんのおかげで、うん、今日も楽しく、はい、放送させていただいてます。はい、一仕事終わりました。大丈夫です、はい、よし。結構緊張してたね。結構緊張で ね、真面目に、今日は真面目にね、最初はね、感謝をこう伝えるっていうのがやっぱ大事なんでね。はーって、おい、これからよ。何、あ、これからね、今から今から死ぬのよ。はい、じゃあ今日は、今日はね、どんな、まあ春てか今日のテーマは何、 あ、まず最初に今日のテーマはって伝えて、はい、はい、今日のテーマは、今日のテーマは、何かな、なんで色でいいの、色、今日のテーマを、じゃあ今日のいきますよ、皆さん、どうした、パーソナリティバシッといきますよ。今日のテーマは、何、なんかさ、書いてあったよね、うん、書いてな、え、楽ちんな人生っていうのが大きなテーマ、うん、大きなテーマで、それをベースにした、はい、ベースにした。岡村さん、言わなきゃダメだ。そうね、なんて言ってたっけ、色、色も絡めますけど、はい、うん、人の見た目ね、あ、今日はね、見た目についてお話の方を進めていきたいと思います。人の見た目で、そう、見た目がね、ね、ネクタイとかね、ピンクいいねって言ってたのと一緒 ね、今日私たちちなみにペアコーデしてますよ。何よ、本当に仲良し。そう、こんな感じで ね、まあちょっと見た目でもね、周りの人を明るくできるのかなと思って、今日ね、っていうのもね、黄色、岡村さんがね、はい、1ヶ月前にね、はい、パーソナルカラー診断を受けてきたんですよね。そうなんですよ、パーソナルカラー診断を受けてきてですね、私は春色、
そうだね、春色が似合う春色が似合うって言われて ね今までこう冬の色しか持ってなかったので、どっちかっていうとあのちょっとこうまあく暗いではないですけど、はっきりした色を着てたんですけど、もっとこう朗らかな、あ、そうだね、春のイメージのね、ぼやーんとぼやーんとした色が似合うよって、ぼやーんって言ってる、柔らかな、柔らかな、表現がよくない、そうそう、ぼやーんってかわいそうだから柔らかな、そうそう、春可愛いから、そう、春のね、可愛らしさを今日はね、2人で、表現していますよ、そう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 、僕たちは。ちなみに私パーソナルから冬なので、実はその色全然似合います本当に。あ、そうなんだ。ただ意外にね、このこういう色似合わない。似合うよ。だけど、うん、だけど、まあ、岡村さんとペアコーデにすることで、うん、まあ、ここの掛け合いが下手くそでも、うん、まあ、カバーできるかなみたいなね。今日はね、ちょっとね、色だけでなんとかしようという。なんとかいけるかなと。というところを狙って私たちね、今日はやってますので、ね、頑張ってきましたよ。たね、こういったところからね。まあ、見た目か、そうですね。結構見た目で、うん、判断されちゃいますもんね。されるね。ね、人間は。第一印象は、会って10秒ぐらいで決まっちゃうって書いてあったよ。ああ、10秒で。10秒です。じゃ結構やっぱ小綺麗な。女性は、ね、女性やっぱどういうとこ見るんですか、まずは。清潔感。清潔感を。え、清潔感はどこに毛先とかですか大丈夫、なんでちょっとピンポイントなの毛先、うん、毛先とかじゃない、あ、爪のね、まあ、やっぱりね、あの、身なりとか、身なりとか、やっぱ髪ごたんね、まあ、私こんなモサモサしててなんですけど、髪ごたんとか ね前髪を今日はあるパターン、洗濯されてるかなとか、やっぱね、匂いとかもね匂いね匂いとかはね、結構大事ね、大事 ね臭くないこと臭くないし、やっぱ、そうそうそう、細かいとこやっぱそうだね、一個一個丁寧にした方がいいですよね。パッと見、まあやっぱりうんってね、まあ小綺麗な感じの方がやっぱ印象はいいのかなっていう気はしますけどね、うん、今日はどうしたんですか、なんかニコニコしてすごく見てる ね見てますね、今日は微笑ましい感じだねなんかないですか、特にニーハオとかやらないの、貧乏臭くない方がいいよな、あ、そうだよね、貧乏臭い怖いですね。あ、でもやっぱね、うん、時と場合によると思うんですよ、うん、まあ仕事で会うとかね、うんうん、まあ本当にそのプライベートだったらね、うん、まあどんな格好をしてても、あ、まあね、それこそあんま間に合わないと言われてるウィンターカーラーをつけててくれても全然いいんだけど、うん、やっぱまあね、仕事で、うん、会うって言った時に、うん、まあ第一印象でそうやって自分のイメージっていうのがつけられてしまうんであれば、そこ逆手にとってね、うん、まあやっぱり自分をまあよりよく見せてもらえるような色だったり、うん、コーディネートだったり、まあ髪型だったりにして、うん、印象操作、うん、印象操作を印象操作、実はね、こう見えて僕たちすごい考えてるもん。まあ一応考えてます、考えてますよね、1ヶ月間ボッとしてたわけじゃなくて、そうなんですよ、前回のね、はい、まあ、同じ鉄を踏まないようにと思ってお勉強は、はい、まあ ね自分でちゃんとしてきてねしてきて、ちゃんとスポンサー様も読めるようにね、そうそう、失礼のないようにって言ったところはね、はい、ちゃんと伝えさせていただいて、一個一個ね、私はね、成長していくっていうのがテーマ、そうそう、大事ね、大事なんでね、やっていきますよ、そう、うん、やっぱりまあそうやってね、見た目で決まるって言ったところが、うん、どうしてだと思いますっていうのを考えたことある、あ、ごめん、こんなところで言っちゃっていい、見た目で、なぜ人間はその見た目で、うん、あー、分かったね、っていうのは分かった、分かったいい、ね、珍しく分かったすごいね、過去の記憶があってお楽しいとこ来たね、いいね、いいね、こう出てくるんだね、あ、イメージとして、ね、イメージね、こういう格好してる人はめんどくさいなとかこういう格好してる人はなんだろうな、やっぱこうすごいしっかりした考え方をしてるなって、うん、あるね、あるね、過去の記憶です正解、はい、それもあるよね、あ、それまだでも多分いろいろね、まあ、あると思うんだよ、そうやって、うん、まあね、先入観になってるものっていうのは、うん、多分にあると思うんですけれども、うん、やっぱまあ一番根本的なのっていうのが、うん、まあ、私たち人間じゃないですか、うん、人間、人間っていう生物だよねって、うん、だから、うん、まあ生物としてじゃあ人間ってどれぐらい、うん、まあ、うん、
強いのって言った時に、うんうん、言ってみればやっぱあの私お家でウサギ飼ってますけど、うさぎにキックされても、ね、傷がつくぐらい弱いわけですよ人間っていうのは。ウサギがいますよ、かわいい、すごい、うん、すごいかわいいんです、ね、ここで出せたらいいなって思いますけど、ね、まあそれはおいおいで、うん、おいおい連れてきます、ね、お連れてきていいのかいいよ連れてこよ、ね、そうで、やっぱり、まあ、人間って弱いよねっていうのを本能的に知ってるので、うん、いろんなところからやっぱ情報を取る、自分にとって危害が加わらないのか安全なのかしら、この人大丈夫なのかしら、すごい深いとこ来ましたね。そうですよ、でもそれ、まあ、根本的なところだと思うんですよ。人間だから、逃げて弱いから、うん、じゃあどういったところで自分を守ってったらいいんだろう、うん、っていったところはね、まあ、第一印象目っていうのはやっぱりいろんな情報が受け取れる、いますよね。だからこそそういったところで自分にとってまあうんうん、まあね、メリットっていう言葉が妥当かは分かりませんけど、うん、メリットがあるかどうか、うんうん、自分が安心してこの、まあ、関係というか、うん、自分っていう生物を、うんまあ、存続できるのかなっていうところなんかが根底になってるのかなと思いますけどね。やっぱそこはそこまで瞬間的に見るんですね、うんうん、見るね、この1億、そう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 、1億かどうか知らんけど長い、ね、期間の間でそういう情報を見て僕たちは判断して、判断して生き抜いてきたっていう、まあ、人間すごいよね、生き物なんですよそこ生き物なんですよ、そうそうだね、生き物だね、生き物ですよね。でも、うん、まあ、弱いからこそそうやって自分を守る方法っていうのをフル活動させているって言ったのはやっぱりまあね、うん、他の、まあ、ウサギなんかも本当に何だろう、自然界の中ではやっぱ完全に食べられる側なわけじゃないですか。なるほど、だから うん、あいつら大変ですね、うん、大変だよ、どこ行っても食べられちゃうよ、うん白いしね、人間にも皮取られちゃうしね、取られるね、皮取られちゃうしね、食べられるしね、そうそうそう、だからやっぱね、動物ってまあそれぞれいろんな器官がね、うん、やっぱ人間よりは随分、うん、まあ特化しているというか進化している。青木さん可愛い、どうしたの、なんで今日可愛くなっちゃった、可愛いすごい真面目に聞いてるじゃん、あーありがとうございます。そうなんです、そうそうそう、まあ、楽ちんな人生っていうのを、まあ、どういうふうにやったら手に入るかだっていうね、まあ、その一つが見た目を整えることで、うんうん、まあ、意外に簡単に印象操作ができて、うん、まあ、言い方がイメージ戦略だよね、うん、イメージ戦略、ね、こういう人間ですっていうのだってやっぱり演出しやすい、うんうん、まあ、岡村さんは岡村さんが、うん、あの思っている、うん、まあ、こう打ち出していきたいっていうイメージで多分こういう格好されているはずだしね。なるほど、そうねそうなんですよ、そうだと思うよ、そうなんですよね、ちょっとしっかりした自分だったり、 だ、ね、だけどちょっと明るさをね、そうそう、ここでね、ここでしかもう表現できないから今日は、ま、男性はでもね、うん、あまりまとっぴな格好はね、うん、スーツでできないと思うからね、うん、いいと思いますけどね、こういうね小綺麗な格好で、そう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 、清潔感は大事ですね、うん、大事ね、そう、うん、いや、そんな私にも聞いて、そうだよね今日はどういう情報操作してきたの、今日はだからペアコーデにすることで、あの今日髪型違うって言ってた、これいつもと、ね、青木さんと会ったの今日で2回目ですけどいつものいつもがどこなのかわからない、ね、その間もどっかでもしかしたら会ってるかもしれない、そうだよね、変えてきるんですよ、変えてね、そうそう、気がつかなかった、そう、ちょっとずつ変えてきますよ、そう、意外にだからやっぱり1回目で、やっぱりね、自分を客観視できた、うんうん、まあこうやって動画撮ってもらっててね、本当に、ね、いや、今日なんて今その話だよ、へぇやだ、どうしよう、やばいやばいやばい、狙われてる狙ってるありがとうございます、すごい素敵、そうそう、だからやっぱりね、うん、そうやって自分を客観視するっていうのはあんまり機会としてはね、ないので、うん、まあね、動画をやっぱり一回撮ってもらった時に確認して、うん、これはダメだと、うん、ダメだとこれはダメだ、いろいろやらねばこの色はないぞというのを結構こう多方面からいただいたんでね、はい、もう速攻一緒にネクタイ変えてくださいってそうそう、大事だね、お願いしてちょっとプロにね、あ、そうなんですよ、ちょっと明るくしましたね、
大事だよね、うん、見栄えがいい、そうだね、そうだね、よかった、ちょっともうちょっと背筋も伸ばしたね、そうそうそうだね、春だなって感じ、春なんですよ、僕は春色が似合うというね、そうなのね、うん、そう、うん、で、まあ私はそうやって、うん、まあ客観視したことで、うん、まあこういうふうに変えたら、まあ自分をよりよく見せられるのかなとか、うん、まあ私は私なりに、まあこうしている目的っていうのもまあちゃんとあり、うんうん、まあ、それはね、お客さんとお話をするって言った時に、うんうん、まあ、相談業だし、うん、自己啓発なんかではやっぱりお客さんに対してとても、うん、まあちょっと市場は全然挟んでないんですけど、うん、厳しい言葉で、まあ、いっぱいいろんなことを伝えるって言ったこともあるので、どういった厳しいことを伝えるんですか？そこを聞くのそこを聞くの今、ね、もう深掘りしていこうかな、いや今日僕も結構ねいろいろ気づきがあるので、まあ、古田さんとね、お話ししてるとね、うん、で何だっけか結構、うん、結構攻めてきますよね、うん、まあね大事なところは、うん、はい、まあ、緩急をつけるっていうのは大事 ね、うん、まあ、ニコニコしてね、まあ、こういう雰囲気でやっぱりお話をすると、うん、まあ、はい、まあ、たとえ内容はちょっときつかったとしても、うん、まあ、真意を受け取ってもらえるのかなっていうのは、やっぱり、まあ、じゃあこういうかっちりしたスーツとかで、うんうん、まあ、もう少しきつい感じの、うん、まあね、ちょっと今日の様子にね、うん、するとやっぱり言葉も強いから、うん、ここで出てくる印象っていうのもやっぱ相まって、うん、あ、まあ、確かに、で自分の嫌なことね、つつかれるわけだから、うん、あ、きついんだよそれファミレスでやるからね。あーきついね。男なんてプライド高いから。いや黙らせたことあるよ。すいません。市場挟んでません、ね、本当に。結構泣く人とかいるんですか？女性ではやっぱりね泣いてしまう人っていうのももちろんいる。やっぱりね。うん、ただじゃあね、まあ何のためにうち来たの、ね、って言ったところがやっぱり目的があるはずなので、まあ、自分をより良くするために何らかのアドバイスやメッセージ、うん、まあ、それを、ね、より良くして、うん、自分をより良くしていくための方法っていうのを聞きに来たはずなので、うん、まあ、それをやるために来ているのに、うん、まあ、自分の嫌なところを変えずに、まあ、そこを目に入れずに、うん、触れずにどうにか良くなりませんかっていう、まあ、都合のいいねすごいことを言うと、うん、すごいですね、まあ、でもね、そうやって自己保身をするっていうのは誰にもあることなので、うん、それ自体は別にいいんだけど、ただ目的が自分をより良くするために来てるよね、うん、うちに、うん、って言ったところなので、うんうん、まあ、自己保身を続けて逃げ続ける人っていうのはやっぱりね、うん、こう最初はまあニコニコしながらやってね、うん、みたいな感じでね、まあ、優しく言っていきますけど、だんだん、うん、だんだん、うん、まあね、本質に近づいてくるにつれて、そう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 、ニコニコしながらちょっとドリルブスみたいなね気づきが多いですよね、うん、そう、だからやっぱ逃げてしまうって言ったのはね、うん、自分をより良くするって言った時にはやっぱ、うん、まあ最終的に自分が苦しくなるだけなのでね、うん、なるべく早い傷が浅いうちに早く治しててほしいんだけど、うん、やっぱり逃げ続ける人たちっていうのはどうしてもね、うん、深いところまで傷を押し広げってなってしまうのでね、やっぱ治すのも時間がかかってしまう、うん、それでもだけどいいんですよね、うん、いいよ、どっちでもいいんだよね、あ、全然いいの、より良くなってもならなくても、なくてもいいし、そうそう、本人の好きなように楽しいでも、まあ、本人が楽しいって感じているのであれば、それをやってくれれば全然問題ないです、うん、きつくても全然、どっちでもいいですもんね、うん、そうそうそう、まあ、基本的にはうちもね、本人の好きにしてくださいっていうスタンスではある、うん、ただうちに来た目的っていうのがあった時にはやっぱりそこは厳しくね、うん、言いますよ、もちろんね、ただ遊ぼうっていう点で話す時は別に、まあまあまあ言いませんけどね、そんなねドリルはぶっ刺さないね、そうね、また雨ぐらいだね、また雨でね、そうそう、優しくね、優しくつつってやってあげるんだね、そう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 、うん、だからまあね、そういった時の、まあ、印象が強くならないように、うん、なるべくその、まあ、柔らかいイメージにしておけば、うん、まあ、言葉っていうのが辛辣であっても、うん、まあ、真実を告げられても、まあね、うん、多少は和らぐのかなっていうのは考えてる、うん、いつもコーディネートする時はね、うん、なんかこう見た目によって、うん、見た目を変えることによって、うん、だけどちょっとこう、うん、なんだろうな、リーダーシップを取らないといけないときは、うん、やっぱそれなりにカッチリした方がいいだろうし、うん、でなんか言うことは分かりますもんね、うん、この顔のこういうメイクした人がこういうことを言って俺を責めてくるだろう
ね、やっぱそういうところってのはやっぱ連結するんですね。だからどんな自分になりたいかっていうので、あのまあ、まあ 見せ方も大事になってくるっていうこと、ね、大事だね、うんうん、特にやっぱり色っていうのは、うん、まあね、こう印象がつきやすいと思うんですよ、うん、白黒よりもね、うんうんうん、確かに、うん、だからまあ色の持っているイメージなんかをうまく取り入れるとやっぱり、うん、まあ、岡村さんは岡村さんの良さ、うん、まあね、そのパーソナルカラー診断でいう、まあ、4つね診断結果ってあります、うん、まあ、うん、これは別にネットで調べてもらえれば出てくる、うん、そうですね、と、もし岡村さんが言ったようにプロに頼んでもらうっていうのもまあ大事かなとは思いますけど、うん、まあそのね、自分のパーソナルカラーに合ったものなんかをやっぱり身につけるだけでも、うん、他人からの、ね、印象っていうのはやっぱり随分変わる、うんうんうん、まあ、好きな色が、まあ、じゃあウィンター、うん、冬の色でしたっていうのはやっぱ、まあ、自分の主観だよね、うん、私がこれが好きだからいいよねっていうのと、やっぱ自分が好きだからと言って他人から見てどう見えてるのかっていうのはやっぱ別、うんうん、そうですね、うん、好きな色とそう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 似合う色っていうのはまあ客観視されたものなので、はい、やっぱりね、はい、そこはうまく使い分けて、プライベートではどんなに、うんうん、ビビッドな冬色をつけている岡村さんでも良いですけど、うん、はい、そうね、ね、こういう場に出るときは ね、 そうそうそう、はい、ね、かわいい春色で埋めてもらえれば、はい、春色のね、いいんじゃないでしょうか、皆さんもねそういったところでね、そうそう、自分の好きな色とか、うん、あとまあ似合う色っていうとかね、うん、まあいろいろ違うんでね、うん、そういうのちょっと考えて、うん、これから春なんでね、そうだね、外に出ていくチャンスも多いと思うんで、はい、考えてみてはいかがでしょうかというところでそうだね、もうじきだね、もうじきまだいけます、いい、ね、でもまあ次の番組次の番組のまだある、まだ大丈夫ですか、大丈夫ですか、ああ、じゃあもうちょい喋りますか、うん、あ、そう、うん、何思い出した、はい、 CM して CM して CM じゃないんですよ、僕の場合はお便りが お便りが届いています、ありがとうございます、読み、はい、パーソナリティから、はい、いや違う、もうそんなやらせはしないですよ、違う違う違う、これはですね、靴磨きを、あの、安野駅前でも僕やってるんですけど、そのお兄さんが、メッセージをいただいて、はい、ヤイズ TV 岡村さん、靴磨き最高、ありがとう、おっしゃ、毎週、かっこ各週、月曜日、月曜日に見てください。うん、よくわかんないですけど。逆に見てください。僕を見てください。そうだね、岡村さんをね、はい。で、新しい靴もよろしくということで、うん、ありがとうございます。まあ、ありがたいですね。嬉しいね。こういう、そう、まあ、こう、お便り以外でも、うん、本当に、うん、いろんな方に助けられてそうだね、はい、あ、そうそうそう、あ、青木さん、そう、一緒に行ってね、見てた、あ、そうなんだ、はい、どうでした、なかなか面白かったよ面白かったな、仕事っぷりは、仕事っぷりはどうした、仕事っぷりはなかなかいい、やりたくなっちゃったけど、寒かったもんね、やらなかったの、帰った途中で帰った、やめちゃって言われたもんなんで仲間でいいじゃん仲間だけど監督、はいはい、今度は、ロケにね、やりずだったらね、録画してあげようかな、はい、ロケに出てね、いいね、靴磨きのね、はい、やりず駅でも靴を磨きまくってそこでゲストを連れてくるっていう新しい斬新な企画もね、考えてますんで、いいですね、楽しいね、これをね、やっていこうと思ってます、いいですね、はい、まあ、うん、そんなところで、そんなところかな、見た目について話してみましたけど、見た目にね、見た目について、はい、話してみましたけど、なんでね、これからもやっぱ、自分自身、僕は、今の話も聞いてね、やっぱ、はい、もっと、そうだね、もっともっと考えないんでね、まあ、ね、行動が早いのは大事だしね、はい、そう、行動の速さはピカイチなんですけど、そうそう、大事だね、はい、あ、実はもう一個、スーツもですね、実は新しいオベベを新調しましてですね、やったね、次回は、次回はじゃない、また5月だ、5月の古田さん
コーナーでは。コーナーが出から、うん、新しいおべべで。すごいねー。いや、楽しみだね。できますんで。すげえ色の。どういうこと？すげえ色のスーツ。すげえ色のスーツ。まあ、似合う。似合うとされてる。わかんない。ちょっと不安ですけど。いや、うん。楽しみで。はい。楽しみに。いや、私もペアコーデできるぐらいのなんか、この、あれだと言って、ね。ペアコーデでね、また来ますんで、僕たちね。はい、イメージ戦略でね、はい、頑張ります、はい、この放送を見てまた次回何話すか反省会をしてですね、そしてね今日もねたらふく反省があると思うんで、反省ばかりです、反省ばかりの人生なんですけど ね、はい、あ、パレスホテルさんからですね、はい、コメントが来てます、ありがとうございます、掛川、うん、おーっおはい、掛川 TV の方もね、やっていきますんでね、まあ、伝える力っていうのを僕はテーマに、やっていきますんで、はい、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、では、次の番組です。これも、練習しましたよ。いきます。モーリーの、ストジ、噛んでる、噛んでる。落ち着いて、落ち着いて。マジでね。いきます。落ち着いてね。モーリーのスタジオプレアです、うん、ゲストは SBS マイホームセンターの歌を歌っているシンガーミーコさんでーす、ミーコさん、はい、すいません頑張ったんですけどね、はい、次回またもう少し成長した僕に会えるように、噛まずにね、はい、また次回お楽しみに、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、楽しかったはい